はい、それではここまでの結果を踏まえまして、中国自動産法の計算量の見積もりをしていきます。まず中国自動産法をですね、一応復習しておきますと、入力がまず問題としては、R の元 N1 から NK、これが互いに素で、それから A1 から AK を R の元とするときに、A と AI が NI を法として合同であるという条件を満たすような A を求めるという問題でした。で、ここでその入力のですね、それぞれの数の長さに関する仮定を置いておきます。入力のうち、A1 から N1 から NK ですね。N1 から NK は、これ全部単精度の数とします。ですので、NI の長さは θ1 としておきます。それから、あと、その A1 から AK も、これ全部単精度の数としまして、AI の長さは θ の1というふうにしておきます。そして、この N1 から NK の積ですね、これ N って書きますけれども、この N の長さは θ の L と、をラージ L というふうにしておきます。で、もともとですね、この N1 から NK の長さが θ1 でしたので、それの K 倍が θ の L になっていると、こういう関係を満たしていることに注意してください。で、今回の計算量の見積もりの目標は、この中国自動産法の計算量を、この N1 から NK の積の長さ、ラージ L の、あ、ごめんなさい、そうですね、ラージ L の関数として求めるということです。で、その中国自動産法のアルゴリズムを、前回の授業でもですね、見ましたけれども、一回確認していきます。そのアルゴリズムはですね、まずループがありまして、i が1から k まで繰り返しするんですけれども、ここでその各 ei を求めているということをやっております。で、じゃあ、ちょっとここからですね、その一緒に計算量の見積もりも行っていきますけれども、まず最初にステップ A で、N を Ni で割ってですね、この Ni スターという数を求めています。で、この Ni スターを求めるところの計算量なんですけれども、N の長さは θ の L でした。それから Ni の長さは θ の1ですので、これは長さ L の多倍長数を長さ1の単精度の数で割る割り算です。で、これは先ほどの結果から、長さはですね、割られる非常数の長さに比例するということでしたので、ここでの、このステップの序断の計算量は θL ということになります。で、次の B のステップですけれども、これはと Ni を法とする Ni スターの逆円を、各種ユークリッド誤助法で求めて、これを Ti としましょうということだったので、ここは各種ユークリッドの誤助法の計算量を見積もるということになります。で、どういうふうに見積もられるかというと、Ni スターですね、Ni スターは長さは θ の L と、それから、あと Ni の長さは θ の1でした。で、各種ユークリッド誤助法の計算量は、それぞれの入力の数の長さの積でしたので、ここでのその各種ユークリッド誤助法の計算量は、θ の L と、あ、O の L か、ごめんなさい、O の L ということになります。で、次の C のステップですけれども、この B のステップで求めた Ti と Ni スターの積を取ります。で、この乗算の計算量ですが、Ni スターの長さが θ の L と、これは長い、多倍長数ですね。それから Ti は、先ほどですね、この上のステップで計算した値なんですけれども、これは単精度の数なので、θ の1ということになりまして、長さが θ の L と θ の1の数の和は、その長さの和に比例し、長さの積に、あ、ごめんなさい、長さが θ L と θ1 の数の積ですね、
の計算量は、それぞれの数の長さの積に比例しますので、上段の計算量は θ の L ということになります。で、次のステップ、まあ、これでですね、1番目のステップが、警戒繰り返しされまして、E1 から EK が計算されましたら、今度は、その A1、E1 から AK、EK の積の和を取ります。これが第2ステップです。で、この時 EI の長さは θ の L ですね。で、それから θ の L。それはなぜかというと、この C のステップで、NI スターの長さが θ の L で、TI の長さが θ の1でしたので、長さ L の多倍長数と長さ1の、単精度数の積の長さは、長さ L となります。ですので、EI の長さは L と。それから AI の長さは、AI はこれは先ほどの仮定から θ の1となっておりました。で、乗算と加算のですね、計算量の合計は、これは θ の L2 乗となります。で、最後に、これは A をですね、N で割った乗用を計算するというステップなんですが、ここではその A の長さは θ の L で、それから N の長さも θ の L です。で、この序断の計算量は、今回は証明はせずに結果だけ示しましたけれども、この序断の計算量は、θ の L2 乗ということになります。ということで、以上の結果をまとめたいものが、次ですね。そうか、この中でそのどこが一番計算量が大きくなるかというと、この2番目のステップと3番目のステップですね。ここで、その、乗算と加算の計算量、長さ L の多倍長数と長さ1の単精度数の乗算と加算の計算量の合計が θL2 乗になること、それから最後のステップで、長さ L の数、多倍長数を長さ L の多倍長数で割る乗算の計算量が θL2 乗になると、このステップ、両ステップが一番計算量が多いということになりまして、で、トータルの計算量というのは、こちらにありますように、θ の L の2乗と。いう見積もりが出てきます。これについては、これ、また後の回でですね、今度は中国乗算法を応用した、また別のアルゴリズムを紹介しますけれども、その際に、中国乗算法を使った場合と使っていない場合で、中国乗算法を使った方が、計算がより効率化されますという話を紹介しますので、またその時にこの結果を使うことになります。はい、ということで今回のまとめです。で、今回は、中国乗算法の計算量の見積もりを行うということで、そのためにまず序断の計算量、それからユークリッドの誤助法もしくは拡張ユークリッドの誤助法の計算量の見積もりを行いました。その上で中国乗算法の計算量の見積もりを行いました。次回の予定ですけれども、拡張ユークリッドの誤助法の応用としまして、今度はその有理数の再構成について説明をしたいと思います。教科書、テキストでは 4.12 節にありますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは以上で今回の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。